皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コ新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コ新聞公読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を 大きな画面にして読み飛ばどこか1箇所でも、えー、承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画の続きを見ることはできません。一ちご1個すべて承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができます。LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。えー、ステッカーを販売しております1万600円です。LINE でお手合わせください。 令和2年4月30日水曜日、草子新聞、木曜日ですね、これね、FX 長野研究会。ということで、ですね今日は木曜日でしたね。えーっとね、現在ね、時刻は朝の4時19分ですね。あのー今日ね、ちょっと夜中、トイレにね、立つために起きたんですよね。2時半ぐらいか。 起きてまあ、3時ぐらいか、起きたにまに、まあ、いつもドル円のチェックと、ですねドル円チャートのチェックと仮想通貨のチェックをスマホでやるんだけれども、あの驚きましたね、えー、ビットコイン、仮想通貨の価格が1で96万円,96万円までいってましたね,、えー、っとね、昨夜ですね、4月29日水曜日の、昨夜、えー、ライブやったまあ9時から。 4時半ぐらいねライブやったときは、えー、90万いってなかったんですよ。88万円ぐらいでね止まってて、えー、明日の朝のまでには90万いくかもしれないねと、でまあ、ライブ中に90万いけばいいねって言ってたんだけど、いかなかったんですよね。で、明日の朝までにひょっとしたら90万超えるかもよって言ってたんですけど、あっという間に超えてましたね。下手すりゃ100万いく勢いですもんね、これね。 それで今、世界で何が起きているのかっていうのをね、あの私の方で、い、ま、ろ、あ、んなところからの情報を <coughs>、まあ、精査してですね、えー、端的にお話しします。えー、このね、2年間、2年半ぐらいか、YouTube でお話ししてきたことをですね、端的にえ話し,したいと思います。皆様の絵の、えー、億万長者になるラストチャンスですね。 まああのー、仮想通貨と FX で億万長者になった方がいいんだけど仮想通貨の方が早いよね仮想通貨の倍率は半端じゃないから、えー、レバレッジをかけなくても、えー、わずかなお金で億万長者になれるんですよでその、まあ、いわゆる、えー、2017年の年末12月にですね、えー、ビットコインが爆上げしてしまって <coughs> わずか短期間でですね240万円までビットコイン上がったんですよね でその時の <coughs> 爆上げ感覚に今非常に近い感覚でビットコインが爆上げしていますビットコインが爆上げすればね他の仮想通貨も、えー、右へ習いで、ね、あの爆上げしてしまいますので今この時点で、ね、買わなければいけないと思ってますで本日の具体的な話題なんですけども ビットコイン100万円間近と。で、まあ多分今日中にはね、100万超えるんじゃないかと思います。えー、このね、まあ、昨日の夜から今だからだいたいこの5時間ぐらいでね、まあ、日曜5000億円ぐらいまたお金入ってるんですよ。5時間でね。で、5時間で日曜5000億円っていうのは、 なかなかできないですよ。<laughs> 日銀でもなかなかそんなお金いらんないのでね、世界的な動向が示された感じですねで。特にトルコリラとかメキシコペソなど、新興国通貨がデフォルト寸前らしいですね。それで、えー、物の物価が上がっている、いわゆる、えー、紙幣、貨幣の価値が急速に下がっているんでね。 自国<あ> <laughs> 通貨、まあ、世界人類75億人が自国通貨を仮想通貨に変換してるらしいと、自、ま、国、あ、通貨持っててもしょうがないから、だからパン1個1万円とか2万円とかなっちゃうからね、うん、あの物の価値が、物価が上がっていっちゃってね、どんどんね。ってことは、あの貨幣価値が下がるんですよ、そうするとお金持っててもしょうがないじゃない、物を持ってた方がいいじゃない。でも物持ってると腐っちゃうんですよね、食べ物とかね。 じゃあロレックスとかね、車とか買っておいた方がいいかって言ったら、そういうのもやっぱり価値が損なわれていくんだよね、どんどんね。だから現金は現金で持っていたらい,いんだけど、またとえば半額になってもいいからね、何かあの価値が劣らな,な,ないもの、例えば金を持ってたらいいかって感じなんだけど、金もですね、偽物をつまされたり、あと金をね、この金貨で米、お米売ってくれって言っても、それを。 あの、価値が分かんない人も多いからね。金貨でもダメなんですよね。で、まあ、持ち運ぶのにも重いし、ましてや金貨を持ってね、海外に、あの、脱出しようとした時に、全部募集されちゃうからね。だから、あの、インターネット上でですね、えっ、ー、と、銀行が、銀行を返さない仮想通貨に、またですね、あの、お金が殺到してるらしいですね。で、この話をしていきたいと思います。 まずはウェブへってことですね。まずは、えー、仮想通貨の価格をね、ちょっと見てみたいと思いますよ。えー、っと、<laughs> まず財布ですね。えー、っと、そうですね。これビットコインの価格なんですけれども、上がりましたね。昨日ライブやってたんですけどもね、その時には、 88万円ぐらいだったんだけど、今92万6000ですね。4万円も上がってるのと、だからここだ、こっから、ここですよね。ここだったのがビヨーンとここまで上がったのと、さっき一時ね、ここまでいってるからね。ヒゲでね、95万6000ですね。だから、あともう少しで100万円なので、これ5分足ですね。あの、今、押し目つけてるんでね。 さっきこの辺のしライブの時はこの押し目のところでしたよね。で、これ下がっちゃうこれねあ、よく見ると、ここだけで見るとすごい下がってるんですよね、こうやってね。だから、あ、これもこのまま下がっちゃうのかなと思って、この押し目であの買いを入れるってのは難しくてね、大体は売りを入れちゃうんですよ、大体の人はね。そしたらまたそのままバインと上がっていくんですよ。だからロングはすごい難しいんだけども、勇気を出してね、押し目の時に買いを入れるんですよね。そうするとビャーっと上がっていっちゃうんですよね。 んで、今、あのー、まあ100、100万マジかっていうことで売りが入ったと思うんだけど、まあ、利確が入ったと思うんだけど、ここでね、あの、買いを入れるっていうのは非常に勇気がいるんですよ。ずいぶん上がってきたのでね、こうやってね。ずいぶん上がってきたので、ずっと下がるんじゃないかっていう発想がね、すごいあるんですよ。でも、まあ、この時もあったんですよ。さうん、88万の時もね。昨日の夜のね。このまま、こう下がるんじゃない、下がりよね、こんだけ上がってきたんだから、まあ、半分ぐらいまで下がるんじゃないか ともいきいや、こうまだ上がるから。それで、ビットコインって恐ろしくて、これで、ね、200万とかね、いっちゃうんですよね。でね、まずね、僕がびっくりしたのは、一旦100万までいったんですよ。2017年の12月ね。100万円までいって、ビットコイン100万円なんかありえねえだろうって、ちょっと前まで10万円だったんですよ。その、2017年の1月1日は13万円だったんですよね。それが、12月になったらもう100万円ですよ。 で、おかしいから、あの、みんな、みんな理学を進めたんですよね。そしたら翌日、200万になってた。<laughs> 100万円のビットコインが200万になってて、目玉飛び出しましたよ。朝起きた時に、何か起きてんのかなって。で、その翌日にまたプラス40万足して240万まで行ってから、まあ、大きく下がってきちゃったって感じでしたね。 ですので、92万5千円っていうのは、こういう中途半端なところでは絶対落ちないんですよね、ビットコインっていうのは。あの、100万円は、ね、もうここまで来たら100万円絶対超えてくるかなと思ってます。ただね、ただね、ちょっと気をつけなくちゃいけないことは、これ冷やしなんですが、冷やしなんですが、私がね、前から言ってるんですが、ペナントフラックなんですよね、今ね。うん、ちょ、ちょっと待ってくださいね。 視点はペナントフラッグの中入ってるんですよ、これね。なので、このペナントフラッグ戦略を忠実にいくとしたら、えー、すいませんね、本当、イケイケドンドンって言っちゃって上行ったら下がるから気をつけてって自分で言ってたんですけどね、それでも上がると嬉しいもんですね、やっぱりね。えー、はい。 このペナントフラッグっていうのはこの三角形の旗ですね、これね。で、ここ、ここも、ここについたら、ここについたら一旦下がるんじゃないかと、ずっと僕は言ってるんですねこ、ここですね。あの、ず、ずっとほら。えっ、ー、と、見てほしいんですけども、ビットコインっていうのは、あの、2017年の爆上げはこれなんですよね、これ。で、これでわかる通りですね、まあ、ここついてますよね。 でこうついてるというかまあ、わざとつけてるんですけど、こうて下から下ついて上ついたら、今度下つくんですよね、ここね。で、これにペトーってついてるでしょ。この辺は、えー、とカルス・ゴーンさんが逮捕されて、その後ファーウェイの副会長が逮捕されて下がるんだよね、なぜか知んないけど、それ国際的な人事院の逮捕の時には下がるんですよ。で、また上がって、まあ、上ついてますね、これね。まあ うん、それで次にここを突こうとしたんだけど、また上ついたんですよ。これ2回ね。まあ、こういうこともよくあるんですよね。ドル円とかも。そして下ついて、で、次は上なんですよ。上ついて、えー、この下行くんですよね。まあ、それか、あの、ブレイク、レンジブレークするときはこうって上行っちゃいますから、あの、全然ね、ここで、あの、売り切らなくても、 いいよっていうスタンスはあるんだけども、まあ様子見てですね、なんか下がってきて危ないなと思ったら一旦理学した方がいいですね。130万円ぐらいでビットコイン買ってんだけどっていう人も一旦まあ理学して、まあまたこう下がってね、いくらになっちゃうかというと、これ51万円ぐらいまで下がっちゃいますでしょ。だからそうするとまた、あの、泣いちゃうんでね、この期間ね。で、もう今度いつ100万になるのって泣いちゃうから、ここで一旦、 そうです、ね、100万 <laughs> ここでつくとしたら早かったですねつくのねえー、100万2000102万円ですね、うん、いやちょっと待って、うん、ここだ100万6809円ですね100万円ですねちょうど100万円はやっぱりちょうど節目なので、まあ、ここで利確する人多いから一旦下がるでしょうねこうやってねそしたら、えー、ここで52万円ぐらいでまた 反発して上がってくるかもしれないし100万円で一旦下がって90万円までいってからまたビューンと上がるケースも非常に多いのでね、まあ、の期待して待つ必要があると思いますねはい <coughs>、まあ、他にもネムとか、えー、かなりですねあの上がってるんじゃないかなと思いますねネムそうですねおネムから覚めてきましたねネムもねモナコイン ちょちょこっとだけですね。ちょこっとだけ、むっくりしてきた感じで、おそろそろ上がるかいみたいな感じで、1日前から上がってる、あ、今日から上がってるのと、えー、これビットコインキャッシュも少し上がり始めたんで、ま、買うなら今ですね。あと、イーサリアム。あ、だいぶ上がってますね。今回、えー、いつものビットコインの爆上げと違うのは、イーサリアムが並行して上がってるんですよ。で、いつもはイーサリアムは寝たままなんだけども、 えー、イーサリアムとビットコインが並行して上がるっていう時はあのビットコインがかなり上まで上がる時なんですよねうでコインマーケットキャップ見てみましょうかあとリップル見てあそっかリップルもちょっと見てみようかビットバンクで見ますね、まあ、ビットバンクはね使い勝手いいですね あの僕はあのビットバンク好き,で好きですね。取引手数料も安いんでね。でこれはあのビットコインですねあ。あ、ビットコインまた上がってますね。あ、まあ、でもヒゲで結構下がってんのか。5分。上がってきましたね、ビットコインね。やばいね、これね。上がっちゃいますね。まあ、100万いくでしょうね、今日ね。うん。ちょっと大きな動きが出てるんですよね。それについて話します。 で、はい、リップル24円までいきましたね。まあ、一時ひどい目に遭いましたもんね。ここ、ここの、一時13円ですよね。一瞬ひげで、たいこの辺だったら15円つきましたからね。まあ、もうリップル持ってる人はもう、お腹が痛くてしょうがなかったと思いますけど、また24円まで回復。で、20円むちゃくちゃ安いですから、まだね。はい。あの、一時400円来きましたから。 400円に比べて20円むちゃくちゃ安いので、えー、リップルってある日突然ね、あの、何の前触れもなく、こうって爆上げするね、こう傾向にあるので、うん、その爆上げのちょっと手前の価格にまだ戻してるんでね、ひょっとしたらある日突然バギュンっていく可能性あるね。ビットコインが爆上げして、1週間ぐらいしたらね、うん、ビットコインが、あの、ビットコインで、 億万長者になった人たちが今度、ね、あのリップルを買い出すんですよね。リップルとか他の、ね、コインを買い出すんですよ。で、それでバギャンっていっちゃうんですよね。で、今ちょっと行きそうだからね、これね。バギャン行きそうだから、うん、ちょっと買うなら今ですね。で、今度買おう、今度買おうって言ってるうちに、もう買えないぐらい高くなっちゃうんでね。本当に億万長者になりたいんだったらもう今日しかないね、うん。しかも今、で、ゴールデンウィーク前の 最後の平日ですから、えー、仮想通貨取引所に入金するのは今日しかないですね。あとは、まあ、また連休入っちゃうでしょ、金、銅とか月、火、水とか入っちゃいますよね。連休入っちゃうのであの入金できないんですよね仮想通貨取引所にね。なので 金曜日はできるかな、うん、1日ははででききるるかかなただ、土日月日、月水、えー、6日までですねもうあの水まで、えー、連休が続いちゃってね入金できなくなっちゃいますのできょうと明日に、えー、必ずですね、まあ、ビットフライヤーとかコインチェックとかビットバンクとかねあの入日本円を入金して仮想通貨を買える状態にしないと本当にもう最後のチャンスだと思いますねこれはね。 本当にあの爆上げ、またね、多分テレビニュースとかで、だいたいね、ビットコイン100万円を超えると、テレビニュースでまた流れてきますからは、送り人発生とかね、ビットコインすごいとか、そしてあのインターネット上でね、CM、取引所の CM とかやりだしてますからね、はにわかに仮境を継ぐと思います、えー。それでこれからの世界なんですけれども、これちょっとお話ししたいなと思います。 はいまずね、何が起こっているかというと、1番、中央銀行制度が破綻し、資本主義が終焉すると、これはあのたくさんの預言者が予言してました、でまずねあの、この地球上っていうのは、ですね、えー、経,済あの経済とか国の仕組みとしては、あの社会主義、えーま、共産主義、社会主義制度と資本主義制度の2つがあるんだよね。 でもちろん社会主義制度っていうのは,、まあ、ロ,シアはロシアをはじめとしてロシア、中国、え北朝鮮、結構多いんだよねあの。社会主義を取ってる国って、まあ、えー、すごい東南アジアとかも多いしあの、アフリカとかね、南米なんかも資本主義あの社会主義制度を取ってるんですよね。だから非常に、ね、多いんですよで。社会主義制度がまあ破綻したっていうのが。 19 1987年ぐらいですかね、86年ぐらいかにあのドイツが統一されましたでしょで。東ドイツと西ドイツがベルリンの壁を崩壊してですね、ドイツを統一しましたよね。あの時に何が起きたかっていうと。 あの昔ソ、ソ連で言いましたよね、ソビエト連邦、社会主義共和国ってありましたよね、そのソ連の財政が破綻したんですよ、それであの、まあ、西側諸国は大喜びしたんだよね、やっぱり社会主義ダメじゃねえかって、資本主義最高とか言ってたんですよ、でもうあのロシアもね、面つぶされてですね。 そして国の名前も変えさせられちゃってね、あの西側諸国に変えさせられちゃって、ロシアって名前にしろって言ってね、しょぼーんってしてたんですよ。それでペレストロイカって言って、資本主義を導入したりもしてたんですけど、で中国もね、一部資本主義導入させられましたよね。で、もうそ,のその後まあ、30年ぐらい経ちましたけれども、この30年間、あのまあ、1992年を、ね、境にね、 次に資本主義が崩壊しましたよね。で、日本もバブル崩壊して、で、その後、まあ、IT バブルを作ってみたりね、いろんなバブルを作ったけど、そのたんびに IT バブル崩壊とか、まあ、リーマンショックで崩壊とかね、あしてきました。で、今回、えー、ついにですね、あの中央銀行が、各国の中央銀行が、えー、借金がもう払,い払えなくなっちゃって、 えー、ついに、ね、資本主義がは終焉破綻した、えー、一部破綻してますけどね破綻したことにな,なりました <laughs> で中央銀行制度っていうのは西側諸国のほとんどの国に、えー、中央銀行があります、まあ、一部ねロシアとかにもあるんですけどもそれでこれ中央銀行制度っていうのは、えー、っとフリーメイソンとイルミナティが特許を持ってるんだけどね で、実際の運営はあのの、えー、ロックフェラーとロスチャイルドにやらせてるだけなんですよ。で、ああの彼らはコマ、えー、使いとしてねあの、やらせてるだけで実際にはイルミナティとあとフリーメイソンが特許を持ってるんですよね。で、この中央銀行制度にのっとって、えー、各政府はですね、自国通貨を発,発行してはいけないと中央,銀行制あの中央銀行に発行させるってことになってるんですよ。で、でまあ日本もですね、ある ある時には景気が悪い時には日本政府発行の、えー、通貨を発行したらどうなのかっていう発言をしただけで何人もの国会議員がね殺されてきたんですよね、そういうね怖い怖い制度が中央銀行制度なんですけどもついに破綻してねあの借金が返せなくなって、えーまあ、あのアメリカをはじめとしたね資本主義が終焉することになりました。 で日本は日銀が破綻します。まあ、それはそうだよね。アメリカは、まあ、FRB とかありますけれども、まあ、4つぐらいあるんですけどね、破綻します。GDP 世界一の借金国は、実は日本なんですよ。日本はギリシャなんかよりも、あのむちゃくちゃ借金が多いんですね。 でこれなぜ借金が多いかというと、もう皆さんご存知の通り、第二次世界大戦の時に日本は負けてしまって、まあ、アメリカの手土産になりましたよね。でアメリカはそもそも日本を生か,す生かしておくつもりもないし、アメリカに、属国に、まあ、第51の州に入れるつもりもな,なかったんですよに、ね。アメリカはね、日本なんかいらねえと。ただ、手土産でぶら下げて持っていっただけでね。 あのまあ、よく飲み屋でね飲んで行ってああこの辺遅くなっちゃった午前様になっちゃったまずいなとかみさんに怒られるから「おいおやじ!親父です」って握りでも作ってくれって言うじゃないですか握り3人前作ってくれとかみさんと子供2人とねでそれであのぶら下げてねタクシーに乗って家帰れば少しはかみさんの、ね、ご機嫌も良くなるということで <laughs> そのあの 手土産と一緒なんですよね日本っていうのはそもそも第二次世界大戦で日本を負けたときにアメリカはあの日本を募集あの奪っちゃいましたけどね連合国軍からね奪っちゃいましたけどそもそもアメリカ合衆国としてね大切に育てようという気もなかったし、えー、何,か何をしたかというとこの日本列島を担保にしてアメリカは大借金をしてですね、えー、繁栄をしようという,うに考えただけです。 非常に卑劣な単純明快なことしか、まあ、土地建物を手に入れてそれを担保に、えー、借金をしただけなんですねで日本が借金をしてアメリカに真、えー、水を送ったとお金を送ったってことになりますだから GDP 非非世界一の借金国になりましたそれで今回、えー、日本は借金に耐えられなくなってしまって、えー、売却されることになったってことですねまああのー 住宅ローンを抱えてね、そして住宅ローンを払えなくなったらあの、土地建物を差し押さえられるだけでしょ、銀行に。それと一緒なんですよね。今回日本も大借金をか、アメリカにね、言わ,言われるのまま、大借金をさせられて、お金だけ奪い取られたこの80年間。そして <laughs> 借金払えなくなったら、土地建物を売っていくしかないですよね。で3番、預金封鎖が行われ、同日に新紙閉が発行される。これは よきあの新紙幣が発行されることは、えっと、もう財務省の方でねあのもう何年も前に報道されましたよね、えー。新紙幣発行っていうのはもう予定されていて皆さんも知っていると思います。新紙幣は、えー、24年度上期をめどに発行されるということですね。渋沢栄一デザインですね。 2024年ですから、今2000年ですよね。あと4年間、4年後に、えー、まあ今4年まであるからね、大丈夫なんだけど、4年後に、えー、あれですね、えー、これですね、これが新しい日本銀行券が発行されて、この発行されたと同日にですね、えー、古い 古いお金がですね、えー、使用停止になりますねはい預金封鎖が行われ同日ちょっと待ってください同日にですね新兵が発行されるだから、えー、新紙幣が発行されたら新しい、えー、紙幣しかもう、うん、価値がありませんと古い紙あ古い1万円札とかね5000冊1000はもう使えませんというふうに なるんですよそうして預金封鎖が行われてしまってですね、まあ、銀行に入っていた自分の預金は全部0円になっちゃうんですよね。で国が没収してですね <laughs> 借金返済にわあ企てます。ただしもう足りないので日本,列島日本列島の都市建物が売却されてしまったということですね。アメリカが売却したんですよね。はいあのだから酔って帰ってね、かみさんに。 江戸前寿司3人前を、まあ、旦那から神さんに渡されたって感じですね。で、旧紙幣は価値を失います。で、5、日本列島は東側諸国へ売却されました。はいで、6、日本人は全世界から読み戻され渡航禁止となると。これ、もうな,なってますよね、今ね。あの、コールなのでね。 コロナの件でなってますけど、実はこれはですね、コロナ、コロナをなぜ世界にばらまいたかというと、各国の,あの人々を世界から自国に戻すためにコロナをばらまいたんですよ。そして渡航禁止になってますね、現実問題。全世界の人はあの自国からで、今出れてないんですよね、飛行機飛んでないからね。で、日本人もだいぶ戻されてですね。 で日本は日本列島はですね、えー、土地建物とそこに働くあの人民いわゆる奴隷付きでですね、えー、東側諸国に売却されたってことなんですよね、まあ、これがコロナの、えー、目的だったんですよねで仮想通貨についてなんですけれどもちょっと声ケけトキャップ見てみましょうか実はあのこうやってねあの うん、うわー今、ビヨンと上がりましたね。ちょっと待って、ビットコインやばいな、これ。ちょ僕も買っ、こんなことしてないで買っときたいですね。ああ、やっぱ上が,上がってますね。ここでやっぱりショートやりたくなるけど、やっぱりロングですね。まだまだ、えー、ひょっとしたら150万とかいくのかな、明日中に。いや、この伸びは本当に久しぶりですね。嬉しい限りですね。 いやーこんな思,思えばさ、この、ここら辺ね、ファーウェイの副会長とかカルロス・ゴーンさんが逮捕された、まあ、76万円も突出下がりましたよね。もっと昔に買っときゃよかったな。俺もバカだよなと。まあ、少なくてもね、直近で下げたここ、51万円とかね、まあ、少なくてもまあ57万円ぐらいで買っときゃよかったなと。 カルロス・ゴーンさんとかファーウェイの副会長はここまで下がりましたね。36万とかね。まあ、これ本当に惨めでしたけどね。そこからの、そっからの爆上げ見てこれ。150までいっ,いったんですよ。150万までね。で、一旦ここ下がったでしょう。で、人間もそうなんですけど、高くジャンプするときって、一旦あの膝を曲げて、思いっきり低くなるでしょう。でバ、バネの張力でビューンっていくんですよ。 で、上がるときっていうのは、一旦下がんないと上がらないんですよ。これ、経済物理学っていうんですけど、<laughs> 世の中のニュートン力学と一緒なんですよ。力学で動いてるんですよ。あの、相場っていうのはね。これ、ドル円相場も米相場も全部一緒なんですよ。原油相場もね。あの、経済力学ってあるんですよ。その本があるんですよね。学問があるんですよ。で、それを読めば、まあ、たいあの、FX は勝てますけどね。で、仮想通貨の、 すいませんコインマーケットキャップですね。コインマーケットキャップを見ると、まあ、大体ですね、あ26億、そうですね、だから、えー、この5時間ぐらいでですね、この5時間で、まあ、2兆5000億円ぐらい入ってるんですよ、この仮想通貨マーケットにね。そんなんありえないんで。 ビットコイン92万6000ですね。これも、もじゃあ、今日中に100万いくでしょうね。100万いくとね、テレビニュース流れます。で、この24時間の上昇率は11.76、12%だよね。で、イーサリアムも9.52、すごいよね。で、リップルも6.61、すごいですね。うーん、これは、ちょっとまずいことが起きましたね。そして、まあ、イーオス9%、ライトコイン8%、 えー、ビットコインキャッシュ6のビットコインサトシビジョンも6.36%ですね低 <laughs> スもいいしやっぱ体のパー8.71%大きいね5円46円,円になっちゃいましたけどまあ一時2円とかつけてましたからその時買わないためだねもう2倍二倍になっちゃってるからねだ百100万円買ってれば200万円になってますからね、うん、だからあなたが本当に億万長者になりたいって心から望むならもう今ラストチャンスだね で国内口座持ってなかったら、これ、ね、1週間から2週間かかっちゃうんですよ。国内口座持ってないと海外口座、海外口座は、あの、ほんの30分ぐらいあれば作れるんだけど、メールアドレス1個でね。ただ、国内口座持ってないとダメ。で、国内口座誰か、友達持ってたら、そこからビットコインとかイーサリアも送ってもらって、海外口座でカルタネイダーとかだけは買えるからね。その処置を取れば、えー、まあ、 友達にお金を渡して、それでビットコインとかイーサリーも買ってもらって、自分の海外口座の口座に送ることができるんですよ。でか海外口座はものの30分ぐらいで口座開設できますからね、メールアドレス1個でね。まあ、それで、まあ、とりあえず資産を,を買っておく、仮想通貨を買っておくっていうのは一つの手だよね。で、国内口座をゆっくりね、自分の口座をゆっくり開設して、開設できたら、えー、海外口座、自分の海外口座から、 自分の国内口座に、えー、仮想通貨を送ることはできるから、うん、そ,それは一つの手ですね。うん。まあ、ただ仮想通貨送金するとき気をつけてくださいね。アドレス間違いで、どっか消えてなくなっちゃうときがむちゃくちゃ多いので、あのやったらきがある人に任せないといけないですね。でも,もう私はもう100,000円まででね、もしあの仮想通貨買いたいと。 海外口座開いてね、えー、やりたいっていうのがあれば言ってください。まあ、あのー、まあ、1日2万二千円のコンサルティング費用もらいますけれども、あの確実にね、口座開設して、まあ、私も国内口座持ってるんでね、まあ、私の口座から送金するってこともできますからね。そうですね、あのー、まあ、本当に有料な。 えー、有料草コインっていうのがね、非常に増えたんですよ。で、これデジバイトなんていうのは26%上がってますでしょ、これ。1日で。だから100万入れたら26万円ついてくるんだよ、これね。1日でですよ。100万円が126万になってるからね。1日でですよ。ビットコインダイヤモンドなんて、これビットコインついてると上がっちゃうんだよね、これね。名前にね、うん。ドットグマがついてると上がるのと一緒ですね、昔のね。あの、IT バブル時々で、ね。 だからまあ、非常にですねこの、まあ、あの取引高あ、時価総額で、ね、上位100位に入っている中での、まあ、でも比較的値段の安い、まあ、2円とかねあの草コイン、まあ、こういうの有料草コインって言うんですけどね0.4円とかで上昇率10%でねこの24時間で、まあ、こういうものをあさっていくと。まあ、草コイン 戦略、投資戦略には、えー、有料草コインと無名草コイン投資法とかいろいろあるんですよね、4種類ぐらいね。それを、まあ、今回、あの有,料まあ、有料仮想通貨と有料草コイン投資、有料仮想通貨と有料草コインの2つをですね、まあ、買っていくっていうのは非常にね有意義だと思います。で海外はねバイナンスとかあのかなり実績、 と信頼のある海外仮想通貨取引所を使った方がいいと思いますね。で、まあ、主にです、ね、このボリュームっていうのは24時間の取引量なんですけど、ここを見ないとだめですね、取引がないのがあるんでね、い,いくらです、ね、値段が安くて発行枚数少ないって言っても、あの1日の取引量が少ないとですね、えー、値段が上がって、上がったから換金したいって言っても、換金できないんですよね。 だから、まあ、ここのとこを押してねボリュームを押してえ上から見ていくっていうのも手だよね。上から見ていって安いもの、トロンとかね、まあ、リップルもいいですよね。この安まあ、だからね、周、ままあ、り間違ってもこのビットコイン92万6000円だけどこれがじゃあ10倍になるかと。10倍だったら926万だよね、ビットコインね。ならないですよ、すぐには。うんまあ、数年ば だろうけどね1000万とかね。じゃあ来、来月これ900万になってるかつたらならないんですよ。ただ、リップルが来月240円になってるかつたらなる可能性あるよね、これ。実際400円まで上がってるからね。リップル10倍とかになる可能性があるし、トロンなんて1円ですよ、これ。1円73円なんで、これが100倍になっても100円ですよ、170円ですよ。だから100倍になるかつたらなる可能性全然あるんですよ、トロンね。 まあ発行枚数多いんでね、ちょっとそこら辺問題なんだけど、まあ、100倍とかまあ10倍、20倍には、10倍だってこれ17円でしょ ?10 倍にはなるよね、これ絶対ね。まあ、絶対ってことありえないけど、まあ、そこそこね。で、ステラン、こういう安いもの買うんだよね。で、ボリューム、いわゆる24時間取引量が多くて安いもの。これが有料草コイン投資法なんですよ。で、じゃあステ、まあ、ステランは日本で最近売り出しましたけど、ビットフライヤーでね。まあ、海外のバイナンスなんかで余裕で買いますからね。 トロンは日本で買えないんですよ。リップは買えますね。あとは、あの、だから、これ高いものっていうのは、こうね、1800円とか、なかなか10倍にならないけど、安いの。例えばこれ、あの、カルダのだ5円が50円になるかっつったら、もう実績ありますからね、170円までね。だから、あの5円が50円になるかっつったら、まあ、余裕でなりますよ。余裕っていうかまあ、そこそこになる可能性あるよね。で、こう見ていくと、まあ、あの、ベーシックなんとかとかね。 あと、こういう、アルゴラランドとか、ハイブとかね、ハイブなんていうのもいいと思いますね。で、実際には何なのかと、このコインのね、プロジェクトの内容っていうのは、まあ、これから動画でね、作っていこうと思ってますけれども、まあ、<laughs> デジバイトとかもすごくいいので、1.61円だからね、まだね。これが、まあ、10倍になっても16円だし、100倍になっても160円なんですよ。で、100倍になる可能性は全然あるよね。 うん、だから、ま,あ、まずはあの手をつけてしまって、まあ、それからですね、それから一個一個見ていって、ですねあこれは爆上げの可能性あるかなと思ったら、もう少し今買っていくとで、えー、ちょっと怪しいなと思ったら、まあ、そこそこの利幅で、まあ、あの利格してしまうと。うとにかくあの、手をつけないと、どんどん高くなっていっちゃうんだよね。 そこら辺が問題かなと思います。はい。で、ビットコインは、どうですかね。まあ、92万あ、大丈夫ですね。ちょっと落ち着いてきましたね。あちょっと垂れ込んでるんでね、落ち着いてきましたね。まあ、こう横横になりながら、またバキュンとウィーク可能性もまあ,ありそうですね。朝になって、みんな、ああ、90万いってんのかよって、買う人多いですね。今日平日なんでね。 なので、あのー、今買っておけばいいですね。そうしないともう日中ずっと上がっていっちゃうんでね。今日平日なんで銀行やってるんで、振り込めるんですよね、お金をね。だから、月末ですけどね、バーンと上がっていっちゃうと思います。あとは、まあ、来月ねに、日本国民全員に10万円が支給されるので、<coughs> 子供の学費の分、子供の分も、 ちょっと将来のね、学費のためにって言って仮想通貨でる親が結構いると思うんですよ。上がるからね、何倍にもなるからね。だから、あの、多分5月には、だって日本全員だから、これ12兆円でしょ ?12 兆円ですよね。12兆円のうちの、まあ、例えば500億円でも入ってくればね、まあ、でも,ものすごい上がっちゃいますから、だからちょっと気をつけた方がいいかなと思います。はい。で仮想通貨について最後に言うんですけども、1、 国内仮想通貨よりも海外仮想通貨をこう通貨でこっち良よかったね感じかねこっちですね購入した方が上昇率ははるかに高いですとだから国内口座を開設して、えー、ビットコインとかイーサリアム日本円をビットコインとかイーサリアムにしてそれを海外口座に送金してでそこでまた買うってことですねビットコインでカルダネード買うとかそういう感じですねに 海外に友人がいる人は今すぐ行動した方がいいと。なぜかというと、まあ、預金封鎖が行われちゃうんだけどね、それ銀行だけじゃなくて仮想通貨取引所もあの預金封鎖,封鎖される可能性がある。まあ、国に、ね、仮想通貨没収される可能性があるんですよ。もちろん株とか為替なんかも全部預金封鎖されてしまってね。うんまあ、海外の XM なんかの FX 会社はあの国の力は及ばないので、 料金封鎖あの、口座封鎖されないですけど、まあ、国内の DMMFX とか GMO とかは FX もあの封鎖されちゃうんじゃないですかねだから証拠金没収されちゃいますから気をつけてくださいそれで特に、えー、それだったらってことでねだから、まあ、バイナンスなんかで体の値段を買ってもですね国内持ってこれないわけですよねしばらくはねだからあの海外に友達がいる場合にはあの最悪 あの海外の友達のウォレットに送金してですねでそこで現地通貨に変えてもらってその現地通貨をまあ日本円とかねアメリカドルとかユーロに変えてもらって日本に送金してもらうとまあそういう戦略っていうのがまあすごく重要です海外に友達がいる人はちょっと話をしといた方がいいですね3番目日本人が海外渡航するチャンスが一度だけあるのでその時に観光ビザで日本を脱出しなければならないと これ非常に重要ですねあの。日本は日本列島売却されてしまった可能性が非常に高いと言われているので、<laughs> 今コロナが、ね、ばらまかれて、日本人は日本列島に今、帰省していて、実質問題今、今、法務局、法務省のですね、パスポート発行センターが今閉じています。で、このまま行くと、えー、皆さんが持っているパスポートの有効金が切れて、ですね、海外行けなくなる戦略なんですよ。 ただし、えー、一度だけ、えー、行けるチャンスが、まあ、渡航制限が解除されるチャンスがあるんだね。その時に、えー、日本を脱出しなければいけないので、まあ、その時までに、えー、仮想通貨、または FX で億万長者になる必要があるということですねで。日本はロシア、または北朝鮮の配下となり、ユダヤ人のごとく国土を持たない、えー、苦難の難民となると。まあ、ユダヤ人も昔、ね、国土を持ってたけど、なくなっちゃってね、あの世界に。 散らばってユダヤ人は今どうせ今でも生きてますよね。それと一緒にですね。日本もあの日欧同宗論だ日欧同宗だからね。あの日本人もですね、えー。日本列島はロシアまたは北朝鮮に売却されてしまって、まあ、そこに残って、えー、まあ、社会主義でね、あの生きるも良しと、えー、まあ、日本列島離れて。 えー、世界に散らばってね生きるもよしただし、えー、苦難の道はかなり長く続くかなと、まあ、そういうふうに、えー、予言されていますまあそれだったらね、あのー、オーストラリアとかニュージーランドとかヨーロッパとかでまあ肩身は狭いかもしれないけど大自然の中でねのゆっくり過ごすのがいいかと思います それでは皆様あの、ビットコインとか、ね、仮想通貨全部バカ上がりしてますので皆様も今回こそは乗り遅れないでくださいね今回が最後ですからね億万長者になる最後です、まあ、ビットコイン FX をやるもよし最後のチャンスを見逃さないでくださいそれでは神のご加護と幸運を千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました